はい、皆さんこんばんは。ワンシャンハウリンチーです。ですね、今晩のニュースなんですけどもね、先ほど見たニュースなんですけどもね、中国の深圳、香港にすごく近い深圳ですね、そこの建設部の局長が、将来的に、直訳するとね、不動産税、固定資産税を導入するかもしれないっていう、発言をしたようです。これまでね、中国にはね、いわゆる不動産税、固定資産税の類はありませんでした、それでね、本当に導入されたなと、一般民衆の方々は、戦々恐としています。現状ではですね、中国国内では、インターネットによって、不動産の登記が、管理されるようになって、特に大都市ではこの、不動産税を徴収する、システムを作るのは、容易にできるだろうという話になっています。現状ですね、中国の不動産ってめっちゃバブルで、だいたいね、上海で一般人の年収の26年、北京で一般人の年収の25年、深圳で一般人の年収のなんと34年分ということになっております。これね、飲まず食わずで全部年収をね、支払って、買える値段ということです。ちなみにね、日本の地方都市だとだいたい年収の5年分で、東京だとね、年収の10年分で、東京でね、バブルの時に18年分となっております。つまりね、かつて、日本のバブルの時より、中国の不動産はバブリーだという状態になっています。もうね、なんかパンパンに膨れ上がっていつ倒れるかっていう、状況になってるって、これね、方々のね、YouTuber さんが言ってるんですよ。中国系の YouTuber さんね。で、僕ね、中国の、とある、大金持ちの人、と話した時にこう言われたんですよ。不動産どう見ますかって、僕が聞いたら、その超大金持ちの人、もうこれね、中国の、中国人がほぼほぼ全員知ってる、企業の、社長さんですよ、に言われたのが、その社長さんの知り合いはみんな YouTube を見て研究して、みんな売りに出していると、そういった発言をされていました。もちろんね、バブルが破裂するとかね、いつ破裂するとかね、そんな予測のできないことは、全然そういうこと言うわけにいかないんでね、立場だとね、そういうふうに発言したんだと思われます。もうかなりギリギリのパンパンなんですよ、最近ね、最大手の不動産デベロッパー、がね、なんですか、 75% の値段で、不動産出してるとかね、そういう状況に、なってるんですよね。でね、中国国内でね、まだっていうか、最近、中国国内に帰ってないんでちょっと分かんないんですけども、大体半年ぐらい前まではね、周りにね、これから不動産買うぞっていうやつがね、たくさんいました。今買ったばかりだっていうやつがたくさんいました。で、不動産持ってることをね、これ見よがしに自慢するわけなんですよ、いくらの不動産か分かんないんですけども、もうね、もう一番高い状況なんですよ。これ以上不動産が値上がりすることは、まずないだろうっていう、状況で買って、俺はこれだけ の資産を持ってるんだって自慢するんですけども、その資産ってね、お前一生使えないんだよ、お前がそこ住んでる限りはっていう、感じなんですよね。で、マンションってね、寿命があるんですよね。日本で、普通50年って言われています。50年経つとね、大体、コンクリートの水分が鉄筋に染み込んでいって、錆びて膨らんで、バリバリって割れてくるっていう話を、僕は、僕の理解じゃそんな感じになるから、大体日本国内とかね、アメリカとかでも50年が限界だよ、限界ではないんですけども、一般的に、50年ぐらいと見といた方がいいよって言われてるんですよね。でそれでね、中国 の手抜き工事の場合だと30年持たないだろって中国の専門家さんから、聞いてるんですよね。ですので、もしその手抜き工事の、マンションを使うでいたら、特に深圳の場合ね、34年ですので、34年の、年収をかけて30年持たないものを買わせるって
ってるっていう話なんですよね。もちろんね、もう中国国内ではね、圧倒的に借りた方が安いんですよね。普通ね、マンション買う理由っていうのは、マンション買う理由っていうのは借りるより安いから買うんですよね。だいたいね、例えば家賃回収率 5% だと、20年の家賃でマンション1軒借りるから、あ、じゃあ買おうかと、それでなんか 4,50年住めたらそれもう儲けもんだから、安くつくから買おうっていう話になるんですけども、中国だとね、完全に投機の対象とかね、もう今ではね完全に自慢の対象になってるんですよね。マンション持ってないと結婚できないっていう状況になってるんですよね。それでこいつらもう本当バカなんだなっていう、どっかのアメリカのスラム街のなんかヨウとか言ってる人たちより損してるんで、このヨウとか言ってる人たちより、知能が低いんですよ、はっきり言って、マジでマジで、だって、ヨウの人たちはその何ですか、 IQ が低いせいで、その住居に対する費用をだいたい2倍ぐらい支払ってると、でもね、中国人の場合ね、3倍以上支払ってる、3倍も4倍も支払ってるんで、こいつらバカだなと。例えばね、だから自分が住んでる家が1億円の値段しますと、これもうちょっとぶっ飛んだ話なんですけども、これね、実際の話、1億円の、家を持ってる世帯、マンションを持ってる世帯ね、自分で住んでてね、その家庭がその現金でいくら持ってるかっていうと、他の金融資産で、ね、現金その後の、他の資産でいくら持ってるかっていうとね、大体1000万もないだろうって、言われてるんですよ。カツカツだろうって言われてるんですよ。そのぐらいね、ポートフォリオね、自分が持ってる財産の割合で、不動産の占める割合が超巨大だっていう笑える状況になってるんですけども、例えばね、今1億持ってたらね、銀行に入れといて、適当に入れといたらね、ファンドとか買ってね、3% とか利回り来たら、大体その1億の物件を年間100万円ぐらいで借りれてしまうので、うまくやったらね、うまく見つけてずっとやっていったら、100万円ぐらいで、150万あったら確実に借りれるんで、それで回していった方が全然楽なんですよね。かつ先ほども言った通り、マンションというのは基本化的に老朽化するので、そのマンションを持ってる人が多めに支払って、くれると、そう思ったらね、全然借りた方が絶対に、中国国内の場合ね、絶対に、日本の場合もほぼほぼ買った方がいいですよ、値段的にはね、なんですけども、中国人はね、ほぼほぼ、大体9割以上の人がそれ理解できないんですよね。現状ですね、中国1世帯あたり、持ち家率が、持ち家率っていうか1世帯あたり持ってる、マンション、マンションでいいや、ほぼマンションなんで、マンションが、50% がの世帯がマンション1個持ってると、で 30% の世帯が、マンションを2軒持ってると、で 10% の世帯がマンションを、3軒以上持ってるという状況になって、中国全体で大体ですね、1世帯あたり 1.5個のマンションを持ってる状態になってることになります、統計的にはね。でそれで、買えない人もたくさんいるっていう、そういう理不尽な状況になってるんですけども、不動産バブルはね、もう限界の限界に来てるんですよね。パンパンに膨れ上がってるんですよね。そこに来てね、ちょっと、財政が危うくなってきたね、厳しくなってきた、政府機関がね、そろそろ、固定資産税の導入をと、名前何になるか分かんないんですけどね、とりあえず中国語ではファンディーチャンシュイってなってたんで、おそらく、不動産税ということでいいとは思うんですけども、それを導入と、いう形に形っていうかね、僕はね、中国人、周りの中国人の友達にね、いつか来るよいつか来るよって来なくても、マンション買ったら損しかしないよって、なんでかっていうと、マンションの価格が
上がっても大して儲からない、しかも値段が上がってもお前それ売れないんだから、あの買う分だけあの現金回らなくなって損するだけだよっていう。で、マンションの値段がそのままでもまあ損すると、まあそんだからバンバン支払って、あのほら借りるよりははるかに高い値段支払ってるわけだから、まあ損すると、まあ下がったらねもう大損だと、お前死ぬしかないよと、あのそういう話を、しているわけなんですけどね。信じないというかね、これ信じる信じないの話じゃなくて、ね、もう完全にもう計算の話なんですよ。はい、もうとりあえず家賃で回収できない、まあね、値段が上がってもそのままでも下がっても損をするっていう、どう計算しても損をするという、こういった状況であの頑張ってあの不動産を維持して、まあ、その値段を見てね、喜んでる、中国人が、大体ね、中国国内でねあの 95% ぐらいいると。もちろんねたまに頭のいい人たちもいても、もう賃貸でいいじゃないかと、まあね、そういう人たちって大体ねあの海外でね留学してきてた人たちなんですよね。それで金融とか習ってたらね、まあね、あの不動産とかどうでもいいじゃんって、まあなりますよね。まあそんな感じでね、あの中国国内で、固定資産税が導入されるかもしれない、不動産税が導入されるかもしれないっていう、そういう、ちょっとした小話でした。なんでねこの話するかっていうとね、あの中国経済ってね、かなりの割合であの不動産に牽引されてるんで、ここがボーンってくるとね、あの、まあ、日本経済にも影響するんですよ。はい、でまあ爆買いに来る人たちがいなくなるっていう、話なんで、皆さんねあのこの辺の話ね、ぜひ、理解してちょっと読んでいた方が、いいと思います。はい、それでは皆さん、リンチーでした。はい、再チェン。あのね、コロナのせいでね、この挨拶が中国国内で流行ってるんですよ。もう握手しないこれね。まあ日本でもこれでいいんじゃないですか。あ、日本お辞儀があるか。うん、はい、そんなわけで再チェン。